武蔵野鉄道で、波320系電車は、西武鉄道の前身である、武蔵野鉄道が1926年に申請した、通勤系電車である。本校では、同形式の制御車、佐波325系電車、及び出波320系、佐波325系の増備形式と位置付けられる、出波1320系電車。 サハ2320系電車、サハ23323 23 23型電車の各形式についても合わせて記述する。武蔵野鉄道は1925年に本線池袋反応間の全線電化を完成させたが、同時期に急増した利用客への対応、並びに本線練馬駅より分岐して豊島駅に至る豊島線の開業を控え、 さらなる車両増備の必要に迫られていた。そのような状況下で1926年10月に、制御電動車で、波3 2 0系3 2 1 3 2 2及び、制御車、左波3 2 5系3 2 6 3 2 7の4両が、川崎造船所で申請された。同4両は、武蔵野鉄道においては、初となる。 構え体主要部分を普通構成とした反抗性車体を採用した点が最大の特徴であった。翌1927年3月には制御電動車で8 3 2 0系1 3 2 1から1323制御車、左派2 3 2 0系2 3 2 1 2 2 3 2 2及び荷物合わせ作り制御車。 サハニ3323型3323の計6両が増備された。同6両は日本車両製造東京支店で申請され、主要機器の使用は同一であったものの、製造メーカーの総意による外観上の差異を有した。導入後は制御者各形式の電動車化などが施行され、第二次世界大戦終戦後の武蔵野鉄道と、 西武鉄道の合併に伴う西武鉄道成立後、1948年6月に在籍する全車両を対象に実施された一斉改版に際しては、モハ211系211から214を呼び、モハ221系221から226と改版再編された。さらにモハ221型はモハ21型へ編入された後、 1958年に、全者とも伝送解除されて区派1211系、1211から1216、と解消、改版され、模派211系、区派1211型は1965年まで、在籍した。デハ320系、左派325系及び、デハ1320系。 サハ 2320K、サハ23323 23 23型の各形式とも全長17メートル級の半構成3、扉構造の車体を採用する。いずれもリベットによる組み立て工法の多様、腰板部が広く取られた腰高な窓位置、深い屋根部の形状といった鉄道車両の構えからだが木造から構成に切り替わる過渡期において製造された。 車両固有の特徴を備える。運転台構造はいずれも全室式であり、武蔵野鉄道に在籍する車両の標準仕様にのっとり、運転台は右側に設置された。デハ320系、サハ325型は、つま面を緩いよりつまとし、前面に貫通扉を設置した貫通構造が採用された。 両形式とも、両側つま面に運転台を備える、両運転台仕様であるが、側面窓配置は、デハ320型が DD、DD7D7DD と乗務員扉を有したのに、対し、サハ325型は 1D7D7D1 と、乗務員扉が省略された点が異なる。デハ1320系サハ2320系 サハニ3 0 0 3 2 3型は全面に貫通扉を設置した貫通構造は同一ながらつま面ががるい円弧を描く丸つま形状に変更されたその他つま面がまいがデハ3 2 0系サハ3 2 5系の直線形状に対して曲線形状に改められ荷物合わせ作り車であるサハニ3 0 0 3 2 3型を除いて 客用扉間の側窓がデハ 320K、サハ 325K の7枚に対して6枚に変更されるなど、各部に設計変更が加えられた。側面窓配置は、デハ 1320K、サハ2320型が DD6D6DD DD、サハ2323 23 23型が DD6D4 バイト 1D で、 いずれも当初より乗務員扉が設置された。主要機器については従来車の使用を踏襲し、制御装置は、ゼネラルエレクトリック車線 M コントロールの系譜に、属する電空カム軸式の自動診断式制御機、RPC-101 を、主電動機は、GE 車線 GE-244 もしくは GE、GE-244 の日本国内ライセンス。 生産品である芝浦製作所製 SE-102 を1両あたり4機、それぞれ搭載した。制動装置は GE 社開発の J3 導弁を採用する AVR 自動空気ブレーキである。台車は制御電動車格形式が鉄道小正式の DT-10K の制御車格形式が同 TR-10K の基本設計をそれぞれ踏襲し、 固定軸間距離を縮小した独自仕様による釣り合い、両式台車を装着した。基礎制動装置は、前台車とも、クラスプ式である。運用を開始した後、前述の通り制御者各形式を対象に、電動車化改造が実施され、左派325系325.326が1928年8月に、 サハ2 3 2 0系2 3 2 1 2 3 2 2およびサハ23323 23 23型3323が翌1929年3月にそれぞれ制御電動車へ改造された各車とも電動車化後も車両番号は変更されずサハ325.326はデハ320型へ統合され サハ2 3 2 0系2 3 2 1 2 3 2 2および、サハ23323 23 23型3323については、デハ2 3 2 0系デハ2323 3 23 23型と、形式称号のみが解消された。またデハ325.326については、電動車化に際して乗務員扉が新設され、 外観、昨日とも出派321.322との際は消滅した。荷物、合わせ作り車で、派に3323については、1936年3月に荷物室を撤去して客室化し、車両記号が出派にから出派へ解消された。荷物室の撤去に際しては、荷物用扉を既存の客用扉と同一幅に縮小。 側窓を1枚増設し、窓配置は DD6D4D2D と変化した。戦後の武蔵野鉄道と西武鉄道との合併による西武鉄道成立後、戦災国電払い下げ車両導入に伴う車両限界拡大が実施されたことに伴い、各形式全車とも客用扉下部にステップを新設した後、1948年6月に実施された 一斉開板に際して、デハ 320K321.322325.326 波もは 211K211。214へ、デハ 1320K1321 から1323はもは 221K222.221223 へ、デハ 2320K2321.22322。 は、モハ2 2 1二2 2 5 2 2 4へ、デハ3323型は、モハ2 2 1百2 2 6へ、それぞれ解消、改版された。モハ226については、1954年3月に、窓配置を、他のモハ221計画車と同一に揃える、改造を施行され、さらに同年8月にモハ221型は全社も、 派211型へ編入、統合され、も派221から226派も派211、計215から220と解消、改版された。その後、車番末松引き数の車両は、池袋、本川越川妻面の運転台を、道具数の車両は、反応、西部新宿川妻面の運転台をそれぞれ撤去し、運転台を撤去した側の妻面に、 貫通ホロを整備する改造が順次施行された。また、同時期には、運転台の左側への移設、運転台、側つま面の全面貫通扉の埋め込み撤去、客用扉の構成プレス扉への交換なども、施行された。1959年1月にもは 211K213.214 が、同年2月にはもは211.212が、 それぞれ車体大型化改造名義によっても、派501系505から508の名義上のため車となって事実上廃車となった。残存した、模派215から220については、同年7月11日付で、全車とも電装解除、制御車化され、区派1211系1211から1216と解消、改版された後、区派1213と、 区派1215の間で車番振り替えが実施された。これら6両についても1962年10月から1965年2月にかけて順次除籍され、模波211系、区派1211型はいずれも形式消滅した。総武流山電鉄区派52名義上の改造出社となった。 モハ二211から214を含め、モハ二211系、区波1211系重量全車とも、地方施設へ譲渡された。いずれの車両も譲渡先においても、すでに廃車となり、現役の車両として運用されているものは存在しない。廃車後は、大半の車両が、解体処分されたが、カンバラ鉄道モハ七71のみは、 同社路線が全廃となった1999年10月3日まで、現役の車両として運用された後、個人の手によって、旧村松駅付近に、生体保存された。武蔵野鉄道出派1320系電車に関する、カテゴリー。ありがとうございます。